いはいどうも、皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14、人呼んで直樹です。今回は心霊獣登場ということで、心霊獣を紹介していきましょう。それではまず本命の9機から。戦闘スキルはデバフを4つ以上持っている敵に対し、戦闘スキルのダメージが増えて弱体化耐性を引き下げます。さらに薬剤を付与し、デバフが追加された時、最大 HP の 5% を最大6回減らします。弱体化耐性と薬剤は解除不可なのも強いですね。試したところ、薬剤は重複不可能でした。6回残したまま9機が攻撃しても12回にはならない感じです。あと曹操のデバフを3つ重複した状態でも、曹操の気力を受けると薬剤が4つ発動してました。デバフパーティーだけじゃなく、焼灼パーティーでもワンチャン使えそうですね。 SP 曹操が登場したらデバフパテで大活躍するかもです。次は補助スキルですが、戦闘開始時デバフを最大3つ解除します。さらに解除負荷の魔除けを味方全体に付与、味方の弱体化耐性を引き上げます。また味方の HP が減ると魔除けを消去し、防御虫などの火力バフをランダムに入手できます。控えめに言って結構強いですね。開幕デバフ解除があるので、挑戦の開幕魅惑を無効化できます。ただし魅惑を解除すると挑戦の気力は溜まるので、すぐに一番攻撃力の高い男性英雄に魅惑が飛んでくる可能性があります。ただ弱体化耐性は上がってるし、雷帝超運には嬉しいですね。あとは敵に装備がいるとデバフ解除時 HP と気力が減ります。アサルトパーティーの人は特に注意が必要ですね。次は引き輪紹介。戦闘スキルは焼灼状態の敵を優先し、敵3体にダメージを与え、そのうち1人に炎印を1回付与。さらに命中した敵2人が焼灼状態の時、もう一度攻撃。さらに命中した敵のうち2人が炎印状態の時、もう一度攻撃。炎印状態は解除負荷で2ターンの間、最終4ダメと最終回心率を減らします。あまり使えなさそうですが、前回の霊獣襲来みたいなイベではワンちゃん白虎よりも火力が出るかもですね。白虎の爪痕も 170% のみ対象でしたし、 100% も増えてなかったですからね。次は補助スキルですが、焼灼ダメージで敵の HP を減らすと敵にダメージを与え、敵の受ける焼灼ダメージが上昇します。さらに敵へのダメージが発動するたび、敵の受ける霊獣ダメージが上昇します。焼灼パーティー専用の補助スキルですね。正直他にも強い霊獣はいるので、優先するほどではないかなといった感じです。最後は新機能霊獣交換を見ていきましょう。交換内容は2つ前の霊獣までですね。ちょっと残念ですが仕方ないです。1回ガチャルごとに200メダルもらえるので、コインに比べたらかなり嬉しいです。そして今話題になってるのが霊獣召喚特別宝箱ですね。現在は修正されましたが、こちらの宝箱を開けると確率に左右されず、出てくる可能性のあるアイテム全て排出されます。回収された時実質版の状態になるかもなので、開けてしまっても使わないようにしましょう。あとは霊獣コインですが、新霊獣とかは買えそうにないので全部使っちゃっていいと思います。ガンガン使って霊獣ゴフを強化しましょう。それじゃあご視聴ありがとうございました。